準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。僕すっごく期待されちゃってるね。それは裏切るわけにはいかないな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではヒューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。あ、意外と話がわかる感じ。やったね。じゃが、あんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まだまだ当たりが厳しいな。悪いようにはしないのにね。ちょっとさっきから何キョロキョロしてるのよ。大丈夫？もうしっかりしてよ。あなたが頼りなんだから。そのみっともなさ、人間らしいな。実に愚かしい。じゃあ時の裂け目に案内するわね。修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。貴様らか。どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なんだぜ。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはないんだけど、そんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。
また旧型か。次から次へと。まあいい、セルゲームが始まるまでもちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろうはありがたく思うのだな。孫悟空をかばいたとする者をそれで倒す。たとえそれが同じ人造人間であるか。理由はどうだ。仕上げに向けて見せるなど。セルゲームのルールは1対1。それほどまでに次々にハンディキャップマイスター。セルの木が消えた。孫悟空。はあ？お前が孫悟空か。おめえらの木も感じねえ。ちゅうことはおめえらも人造人間だな。まさか、おめえらがセルを。へえ、そっちから来てくれるなんて、探しに行く手間が省けたね。少し楽しみが減った気もするけどな。まったく、何言ってんだい。とっととやっちまおうよ。はいはい、わかったよ。孫悟空、殺す。悟空、何しに来よったんじゃ。セルの木の突然消えたから様子を見せたのか。まさかまさかの大物ゲストの登場だね。これは僕も予想してなかったや。でもナイスタイミングだ。もっと強い歴史を変えるぞ。たっぷりエネルギーを集めなきゃだからね。あーもうやりたくないして。やめてないよ。ごめんね。でもな、悪い要素がいないからさ。本当でしょうね。失敗したらただ顔を殺したの。やれ。こんなどこの馬の骨かも分からない奴に振り回されるとは。ここで孫悟空がやられちゃったらどうなるんだろうね。孫悟空を倒すって目的を果たした後、人造人間たちはどうするんだろう。普通の暮らしをするのかな。それとも破壊の限りを尽くすのかな。ああ、でもそっか、この人造人間たちは別の歴史から連れてきた人造人間たちだって。やっぱり悪いことを告げるのかな。そうすると地球はどうなっちゃうんだろうね。こっちに詳しすぎないか。
なしはしない。我らの刃、実に人間らしく知性の欠けた醜い結果だ。孫悟空、なんだ、意外に開けなかったな。たかがこんなことのためにドクターゲロは私たちを作ったってのか。行くぞ18号。行くってどこへだい。別に決めちゃいないさ。あんたはどうする。お前もどうせ俺たちと一緒で特にすることないんだろ。行こうぜ。こんな結末になるとはね。ま、僕にとっては何でもいいや。無事歴史は改変されましたってことでね。じゃあ今回はこんなところでおしまい。じゃあまたね。次も頼んだよ。バイバイ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。しかしまあ今回もフィーの力を借りてしまったわけじゃが、結果的に時の裂け目の力は弱まってるわけだし、君の決断は正しかったってことだと思うわ。もっとも黒幕の正体はまだ分からずじまいだけど。いや、黒幕なんぞ本当におるんか。やっぱり全部フィーのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれあの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしやんな。まあ今は分からないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なな時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。